オッケ
右と左に分かれてるけど、左がジャンで右が奥穂って書いてるわ。左で右行ったら巻いてしまうから左行って、天使に巻いてここまで来たのにジャン行かれる。笑うな、奥穂3回目になっちゃうどんだけ奥穂好きやねんみたいな。直通になってるな、左の方が優しそうだけど。こっちの方が階段がついてるわ、大きいし動きます。はい、こいつやな。はい。ここも次どこ目指すのかな。次丸ないわ。とりあえず。同じ道？もしや。こっち降りれないよね。すげえな、今からも行きそうやな。もうさっきはこっちのちょっと下ったとこ、奥方とか入ってたもんな。ただね、あ、同じ道やわ。あ、ここまで下る？うん。さっきこっち道ないの。なるほど。
あ、じゃあ、どんが、まあいいか。同じ道やったら取らんでもいいけど。足が、ちょっと待って。足が左下ね。よし。ここまだ階段がある。行きます。あ、はい。あ、でももうちょっとあれやったら休憩してね。クッと飲まないかんから。階段一個折れてるわ。クッと登らなあかんわ。
左、それはあんま体重かけんと、うん、ステップでポンポンって上がった方がいいかもね。で、一旦左に下にあれ下ろした方がクロアバスしやすければ、うん、右足下ろして。降りた方がいいんじゃない？降りた方がいい。うん。あ、鎖持って。あ、じゃあ切る切る。なんか意外とあの上の道行けそうだけど丸が下になってる。登ってもあそこ降りるの難しいしな。ゆっくりトラバースするしかないと思う。下に丸がある。あ、どっちでも行けんのかもね。でもあそこにもあるよ。これの上。一応あれ行ってみましょうか。うん、あれ、あそこ書いてるな、ペイント。ここ降りなあかんわ、危ない。あそこペイントじゃない矢印。あそこに丸がある。どっちから行くか、こっちの方、こっちの方がお尻してトラバースやな。お尻、お尻トラバースやわ。
難しいな。この石が邪魔で。永久保存するから YouTube で。
もうちょっと下までそれ下がるわ、そのまま。降りた方がいいんちゃうかな、行くここ結構なとこ登るな。Thank you.
えてみたらすごいな、うん、向こうから見たらそうでもなかったよね、うん、お一人ですか？あ、じゃあ、はい。すごい。よいしょ。